ネーム三平。パーフェクトハゲロンゲこと山下達郎氏自身のラジオ番組サンデーソングブックにてリスナーから届いた、私は達郎さんのライブでついつい大声で大合唱してしまいます、これってダメなことですか、というメールを一刀両断。ダメです、一番迷惑のあれです、あなたの歌声を聞きに来てるわけじゃないので、私はそういうおじさんが隣にいたら注意します。山下怖えリスナーに優しくしろよ、ちょっとぐらい歌ってもいいだろう、みんなお前の歌好きなんだよ、ほらあの歌なんだっけ、ほらクリスマスにほら女待ち伏せするハゲたストーカーの歌ハゲは夜更けすぐね、もう違うじゃん、髪の毛伸ばすだろってやつだよ、あれ一緒に歌わせてくれよハゲした、ハゲした、最悪だよ、いい加減にしろよ待ち伏せてないじゃんその詩だと。あ、どうなんだろうな俺ライブあんまり行かないからよくわかんないけど、まあそういう場面もありますよね、みんなマイク向けてねどうぞみたいなのも当然ああいう時はいいんだろうけどさ、うん、そうじゃなくてもずっとでもみんな歌ってんだろう、でもなんとなくそんなことないの、うん、あどうなんですかね、何もコールを入れるみたいな合いの手みたいな、まあそれはまあアイドル系のやつのコンサートとかそうかもね、はい、例えば A ちゃんのライブとかさ、はい、中渕剛のライブとかでもなんかみんなずっと歌ってないじゃん、ね、歌ってるイメージありますね、みんなで一つになってみたいな、あれどうなんだろうな、でも確かに隣の人がずっと歌ってたら、うん、でもアコースティックみたいなことだと、うん、ちょっとみんなしっとり聞きたいのにとかいうこともあるかもしれない、あさよなら夏の日って隣に歌われてたの聞いちゃいますね、やだ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 、山下達郎だから向いてないんだよな、みんなそうですね、人による、人による怒られるよ今の一番ラジオネームレインメーカー AKB48 チーム8の小栗ゆいさんが都内で愛媛国体の記者発表会に出席、うん、愛媛のイメージはみかんということでこんなことを言っていました、みかんを食べすぎて肌がみかん色になっちゃった、知らねえやバカみかん色の肌って何なんだよ俺本当にわからん、俺わが誰だこいつはとりあえず愛媛に連れてきてくれ、見せてやるよ誰一人愛媛にみかん色の肌してるやつなんていないっていうことを、日焼けしてて大体黒いわそういうこう、ま、な天然な子なんですよね、あの、はいはい、フレッシュレモンのあいつとはまたちょっと違う、ね、あちょっと違いますね、そう、うん、それみかんになりたいとは言ってないからあそうか、フレッシュレモンのやつに会うといつも言うんだよ、お前最近レモンになること諦めてないかつあ、いやすいません努力してるんですけど、努力してる本当にちゃんと水飲んで太陽光浴びてやってんのかお前は、ね、もうすいませんそのスタジオにいてよ水飲んで火を浴びろ俺の方がマジだから引いてるもう全然レモンも被らなくなったじゃん、ああそうなんですか、うん、ラジオネームブラザーフットオブスティール、俺よりブサイクな俳優エータの野郎がそんなくよほど男前なの、俺よりブサイクな俳優エータの野郎が自身が出演する映画のイベントにて共演した新垣結衣さんの隣でこんなことを言っていました、今は壁ドンが流行ってますが今回の映画では壁ドンを超えるドンをしてますから、日本中の楽器ファンに嫌われる気持ちで思いっきりやりました、ぶちのめすぞエータこの野郎日々トレンドなんて入れ替わってるし壁ドンが流行ってるなんて言ってんのはてめえな、日本でてめえだけだしどうでもいいけど、ガッキーが相手なら話は別だ、壁ドン超えるドン、一体どこにドンしやがったんだあそこかあそこにドンしたのか俺のユイのあそこにドンしやがったのか、聞くかてめこの野郎そりゃ日本中の楽器ファンをぶち切れるに決まってるよなそれはね、いやいや日本中の楽器ファンってなんだよ、俺のユイだぞあれ俺が逃げ恥の頃から注目してたことでおなじみ、おせえよ俺のユイだからおせえよにわあそこにドンじゃないさらに倍じゃないじゃん
あげ、あげときますか。パン、ラジオネーム、ネルシカ。アリスさん、ペニクソゴリラこと小森純が20日に放送された良かれて、良かれと思ってという番組に出演をし、ペニオックス騒動について謝罪していました、うん、テレビ出演は5年ぶりだったとのことです、うん、おいペニモリ、ペニモリペニって謝罪する番組間違えてんじゃねえよ。今お前が出るべき番組はな、良かれと思ってでもなく、有吉反省会でもなく、この有吉弘行のサンデーナイトドリーマーだろ。少し考えたら分かるだろ、お前バカかよ。ここのゲスナーたちは5年間一度たってもお前のことを忘れなかった忘れないよう定期的にペニモリの話題をサンドリに持ちかけたその俺たちの恩を何だと思ってんだ。恩をあだで返すな。おいペニモリ、日曜の夜8時半蔵門で待ってる。持ち物は母乳、ただそれだけお前に需要はなくても、お前の茶色い母乳には需要あるからきちんと持ってこいよってロケットマンが、ロケットマンってあっちのキム・ジョンウンじゃない方ね、深川亮の方の横浜のロケットマン横浜のロケットマンがね、あのこの前ちょっと散歩の番組で一緒になって、その時に言ってましたよ。あの有吉、ゲスナーにちょっと謝っといてよって言って、なんか俺がもうなんかツイートするたびにさ、ラジオ出てくれないんですか、ラジオ出てください、ラジオ出てくださいって言ってさ、なんかいつもあいつら言ってくるからさ、あちょっと今年はちょっと出れないから悪いなって言っといてって言って、今ここでじゃあそうですね、深川君から、ちょっと今回はあのフェスとかが長かったね、ちょっとタイミングも合わなかったんで、深川君はあの出演はできませんでしたけど、またあの別にいつでもお待ちしておりますけど、うん、ただまあなんか、いやゲスナーがさ、そうなんかそんなもんね、出てください出てくださいって言うんだろうな本当にあいつら、本当にあいつらは自分の子供のように、言っといて悪いなっつって、うんね、すいません、そうですね、ラジオネームエース、犬のペニスみたいな顔こと誰のがら明美さんが安室奈美恵の引退についてツイッターで言及。安室ちゃん、引退なんてやだよ、寂しい。あの歌声が聞けなくなるなんて。初めて買った CD が安室ちゃんで、初めてのバイトのお給料で買ったのも安室ちゃんのアルバムだった。寂しいけど安室ちゃんが決めた人生だから、最後までしっかり応援しなきゃ。わかる、俺も誰ちゃんと同じ気持ち。まあ俺はアムラじゃなくて、風俗嬢のアナルを舐め回すアナラだけどね。ところでペニス顔のペニラーの誰ちゃん、誰ちゃんは安室奈美恵が好きなんだよね、尊敬してるんだよね。だったら安室ちゃんと一緒に引退するのが筋じゃないかな。俺たちゲセナはブスラーでバカラーでクソラーで高飛車ラーで無駄にプライド高らーでめちゃめちゃつまんねえくせにバカなファンにおだてられて、お山の大将キドラーのお前の顔を見んのがうんざりなんだよ。分かったらさっさと引退しろ、今年いっぱいだぞっていうことだね。あげとく、おめでとうございます。ラジオネームおマットさんでした。成田凌とかいう無名の俳優がツイッターで私事ではありますが、ここで報告させてください。本日2017年9月22日より、好きな食べ物を聞かれたら汁物と答えることにしますとツイート。これに対しファンから、一瞬結婚報告かと思ったと同様の声が上がる。登場人物バカしかいねえな。何なんだこのクソつまんねえ茶番劇は。もういいか成田、ユーモアセンス皆無のお前にな、今一番面白いツイッター教えてやるな。そりゃな、マシンガンズ滝沢の滝沢のゴミ清掃員の日常っていうツイートめちゃめちゃ面白いからな。例えば通学路を通るとくせえから早く行けと悪態をつく小学生は珍しくないが、中にはあーとってもいい匂いだねと嫌味を覚えた小学生もいる。どうだお前の100倍面白いだろ。そうと分かったらさっさ俳優やめてな、滝沢先生の元でイロハ学んでこいって。ヤフーニュースになったらしいですね。ああそう、載ってました、載ってました。面白いんだよね、うん、面白いですね。
毎日だから相当大変だ。毎日やんなくてもいいのにな息切れするぞということかな。そんなもんで OK でございます。ってなんだよ、俺のユイだぞ。あれ俺が逃げ恥の頃から注目してたことでおなじみ遅えよ俺のユイだから。遅えよ庭あそこにドンじゃないさらに倍じゃないじゃん。あげときますか。パン、ラジオネーム、ネルシカ。アリさん、ペニクソゴリラこと小森純が、20日に放送された、よかれと思ってという番組に出演をし、ペニオックス騒動について謝罪していました。うん、テレビ出演は5年ぶりだったとのことです。うん、おい、ペニモリ、ペニモリ、ペニ。謝罪する番組間違えてんじゃねえよ。今お前が出るべき番組はな、良かれと思ってでもなく、有吉反省会でもなく、この有吉弘行のサンデーナイトドリーマーだろ。少し考えたら分かるだろ、お前バカかよ。ここのゲスナーたちは5年間一度たってもお前のことを忘れなかった忘れないよう定期的にペニモリの話題をサンドリに持ちかけた。その俺たちの恩を何だと思ってんだ。恩をあだで返すな。おいペニモリ、日曜の夜8時半蔵門で待ってる。持ち物は母乳、ただそれだけお前に需要はなくてもお前の茶色い母乳には需要あるからきちんと持ってこいよってロケットマンが、ロケットマンってあっちのキム・ジョンウンじゃない方ね、深川亮の方の横浜のロケットマン横浜のロケットマンがね、この前ちょっと散歩の番組で一緒になって、その時に言ってましたよ。有吉、ゲスナーにちょっと謝っといてよって言って、なんか俺がもうなんかツイートするたびにさ、ラジオ出てくれないんですか、ラジオ出てください、ラジオ出てくださいって言ってさ、なんかいつもあいつら言ってくるからさ、ちょっと今年はちょっと出れないから悪いなって言っといてって言って。今ここでじゃあそうですね、深川君から、ちょっと今回はフェスとかが長かったね、ちょっとタイミングも合わなかったんで、深川君は出演はできませんでしたけど、また別にいつでもお待ちしておりますけど、ただまあなんかいやゲスナーがさ、そうなんかそんな出てください出てくださいって言うんだろうな、本当にあいつら、本当にあいつらは自分の子供のように言っといて悪いなっつって、すいません。そうですね、ラジオネームエース、犬のペニスみたいな顔こと誰のがら明美さんが安室奈美恵の引退についてツイッターで言及。安室ちゃん引退なんてやだよ、寂しい、あの歌声が聞けなくなるなんて。初めて買った CD が安室ちゃんで、初めてのバイトのお給料で買ったのもんは持ってでもなく、有吉反省会でもなく、この有吉弘行のサンデーナイトドリーマーだろ。少し考えたら分かるだろ、お前バカかよ。ここのゲスナーたちは5年間一度たってもお前のことを忘れなかった忘れないよう定期的にペニモリの話題をサンドリに持ちかけた。その俺たちの恩を何だと思ってんだ。恩をあだで返すな。おいペニモリ、日曜の夜8時半蔵門で待ってる。持ち物は母乳、ただそれだけお前に需要はなくてもお前の茶色い母乳には需要あるからきちんと持ってこいよってロケットマンが、ロケットマンってあっちのキム・ジョンウンじゃない方ね、深川亮の方の横浜のロケットマン横浜のロケットマンがね、この前ちょっと散歩の番組で一緒になって、その時に言ってましたよ。有吉、ゲスナーにちょっと謝っといてよって言って、なんか俺がもうなんかツイートするたびにさ、ラジオ出てくれないんですか、ラジオ出てください、ラジオ出てくださいって言ってさ、なんかいつもあいつら言ってくるからさ、ちょっと今年はちょっと出れないから悪いなって言っといてって言って。今ここでじゃあそうですね、深川君から言うからちょっと今回はフェスとかが長かったね、ちょっとタイミングも合わなかったんで、深川君は出演はできませんでしたけど、また別にいつでもお待ちしておりますけど、ただまあなんかいやゲスナーがさ、そうなんか
そんな出てください出てください出てください。本当にあいつら本当にあいつらは自分の子供のように言っといて悪いなっつって、ね、すいません。そうですね、ラジオネームエース、犬のペニスみたいな顔こと誰のがら明美さんが安室奈美恵の引退についてツイッターで言及。安室ちゃん引退なんてやだよ寂しい、あの歌声が聞けなくなるなんて。初めて買った CD が安室ちゃんで、初めてのバイトのお給料で買ったのも安室ちゃんのアルバムだった。寂しいけど安室ちゃんが決めた人生だから最後までしっかり応援しなきゃ。わかる、俺も誰ちゃんと同じ気持ち。まあ俺はアムラーじゃなくて風俗嬢のアナルを舐め回すアナラーだけどね。ところでペニス顔のペニラーの誰ちゃん、誰ちゃんは安室奈美恵が好きなんだよね、尊敬してるんだよね。だったら安室ちゃんと一緒に引退するのが筋じゃないかな。俺たちゲセナはブスラーでバカラーでクソラーで高飛車ラーで無駄にプライド高ラーでめちゃめちゃつまんねえくせにバカなファンにおだてられて、お山の大将キドラーのお前の顔見んのがうんざりなんだよ。分かったらさっさと引退しろ、今年いっぱいだぞっていうことだね。あげとく。小栗由衣さんが都内で愛媛国体の記者発表会に出席、うん、愛媛のイメージはみかんということでこんなことを言っていました。みかんを食べすぎて肌がみかん色になっちゃった。知らねえやバカ。みかん色の肌って何なんだよ、俺本当にわからん。わが誰だこいつは。とりあえず愛媛に連れてきてくれ、見せてやるよ誰一人愛媛にみかん色の肌してるやつなんていないっていうこと。日焼けしてて大体黒いわ。そういうこんな、ま、天然な子なんですよね。あのフレッシュレモンのあいつとはまたちょっと違う、ね、ちょっと違いますね。そう、うん、それみかんになりたいとは言ってないから。あそうか、うん、フレッシュレモンのやつに会うといつもいいんだよ。お前最近レモンになること諦めてないかつって。あ、すいません努力してるんですけど。努力してる本当に。ちゃんと水飲んで太陽光浴びてやってんのかお前は。すいません。そのスタジオにいてよ。水飲んで火を浴びろ。俺の方がマジだから引いてる。もう全然レモンも被らなくなったじゃん。ああそうなんですか、うん、ラジオネームブラザーフットオブスティール、俺よりブサイクな俳優エータの野郎がそんなくよほど男前なの。俺よりブサイクな俳優エータの野郎が自身が出演する映画のイベントにて共演した新垣結衣さんの隣でこんなことを言っていました。今は壁ドンが流行ってますが、今回の映画では壁ドンを超えるドンをしてますから、日本中の楽器ファンに嫌われる気持ちで思いっきりやりました。プチのめすぞエータこの野郎。日々トレンドなんて入れ替わってるし、壁ドンが流行ってるなんて言ってんのはてめえな、日本でてめえだけだし、どうでもいいけどガッキーが相手なら話は別だ。壁ドン超えるドン、一体どこにドンしやがったんだ。あそこか。あそこにドンしたのか。俺のユイのあそこにドンしやがったのか。くかてめこの野郎。そりゃ日本中の楽器ファンをぶち切れるに決まってるよな。それはね、いやいや日本中の楽器ファンってなんだよ、俺のユイだぞ。あれ俺が逃げ恥の頃から注目してたことでおなじみ。おせえよ俺のユイだから。おせえよ庭あそこにドンじゃない。さらに倍じゃないじゃん。あげときますか。パン。ラジオネーム、ネルシカ。アリさん、ペニクソゴリラこと小森純が、20日に放送された、よかれと思ってという番組に出演をし、ペニオック騒動について謝罪していました。うん、テレビ出演は5年ぶりだったとのことです。うんうん、おい、ペニモリ、ペニモリ、ペニ。